皆さんこんにちは。今回はですね、中村すみれ二段とシェーミン七段の女流名人戦リーグのハイライトをお伝えしたいと思います。では初手から見ていきたいと思います。中村二段の黒番です。中村二段はいつものように2連星ですね。で、まあ、小目小目と打ちましたね、シェーナ段はね。で、かかって、まあ、付け引き定石打ちまして、で、まあ、こっちかかってね、受けて、まあ、三間に開きましたね。はい。まあ、こういう布石が好きですね、中村二段はね。はい。で、かかって、挟みましたね、いつものように。はい。で、ここで三三入って、伸びて、まあ定石ですね。で、ここで継ぎましたね。まあ、ここでは、まあそうですね。まあ、最近ではよくこういう風に言ってね、こう言って。まあ、ここは二間の場合は一回手を入れると。まあ、こういうのはあったんですけれども、ちょっと足が遅いですね、これはね。それで、まあ、こう継ぎましたね。で、一間飛んで、それで、こっち2間に開きまして、この下がる手を間接的にね、まあ緩和しましたね。はい。実際今こう下がられたらこの石取れないですね。はい。取れません。はい。まあこれを緩和したっていうことですね。2間開いてね。はい。そしてまあここ、コスミツケを打って、まあ地をね、ここまあ滑られると痛いので、まあ一応あの隅を確保しましたね。で、こう打って、まあ、ここでこすんだんですけれども、この手はちょっと消極的でしたね。はい。これ後手で守ってるんですけれども、ここでは、やっぱりこう出たかったですね。出たらまあおそらく相手跳ねてきますけど、跳ねて、今度これ跳ねることはできないんですよね。黒は。こう当たり打たれて、こう行かれたら、こうずっと行かないといけないですから。これはちょっと地でかなり損しますので、こう打てないので、まあ結局、まあ伸びるぐらいになりますので、まあこういうふうに打てば良かったんじゃないかと思うんですけれども、非常にこれちょっと消極的でしたね、この手はね。で、模様を広げに行きまして、中村二段は。で、こう桂馬に打って、この模様がね、非常に良くなりましたね。で、そこで、まあ、つけて、跳ねてね。まあ、この手は、まあ、こっちに出ていこうという手なんですけれども、この出ていこうっていう、この手がね、あまりいい手じゃなかったですね。なんでかって言ったら、ここに、地を増やしている、まあ、いるんですよね。で、自分はどうかって言ったら、別に地は増えてませんから、白は。まあ、この時点で、かなり、形勢が傾きましたね、黒に。で、現在の形勢なんですけれども、黒が 76% ですね。はい。76% で、まあ、3目半ぐらいリードしてますね。で、まあ、一間飛びまして、で、これは、まあ、どう受けますかっていうことですね。まあ、その低空飛行をね、ちょっと、まあ、例えばこういう風に受けたらこの低空飛行ができないですから、まあ、それを聞いた手ですね。で、ここは、ま、こっちに受けましたね。損でも。はい。で、ま、ここは、ぶつかりまして、で、覗きました。で、継ぎまして、で、押していきましたね。はい。好調ですね、中村二段ね、ここまで。で、跳ねて、切りましたね。はい。当たり打って、こう、押さえて、逃げて、まあ、ここで当たり打ってね。こう押していきましたね。はい。まあ、この三子は捨てましたね。ちなみに、この押した手では、こう逃げていく手はあるんですけれども、まあ、そこまでする必要はないっていうことでしょうかね。はい。まあ取りましたね、そこでね。まあこれ取らないとこれ伸びられて、今度こそ本当に大変ですから。で、ここで桂馬にね、締まりました。まあかなり好調ですね、中村二段ね、ここまで。で、ここでたまらず打ち込んできましたね、ここね。はい。
まあ、本来打ち込むところはここよりも、まあ、ここが多いんですけれどもね、はい、この手の場合、まあ、こっちに打ち込んできましたね。で、ここでですね、まあ、コスミツケたんですけれども、コスミツケた手は、まあ、そりゃね、こう伸びてくれやね、それはいいですよ。まあ、黒の思惑通りなんですけれども、こう伸びるではくれないですね、こういう時はね。はい。ここでですね、いい手がありましたね。こう、こすんだ手がいい手ですね。この渡りと、だからここですね、ここ。さっき言った、急所のところね。ここに打つ手が、この渡りと、この羽をね、見合いにしてますね。はい。で、そこで、まあ、連絡はこれ遮らないといけないですから、遮って、こう跳ねてね。で、一間飛んでいきましたね。で、まあ、ちょっとこの眼形ができつつね。はい。しかもこれ分断してますので、で、まあ、そこで黒は、まあ、当たり打ったんですけれども、もちろんこれはコウにしますね。はい。で、まあ、抜きまして、で、つけて、まあ、ここでちょっと解消できたんですけれども、これがですね、この手がですね、コウ立てとして、ちょっと、まあ、はっきりしないコウ立てなんですよね。まあ、例えば、こういうコウ立てだったら、これはもう絶対に受けないといけないですけれども、連絡がはっきりしてますので、このコウ立てですから、まあ、はっきりしてませんから、ここで解消する手もあったと思いますね。はい。で、まあ、一応でも受けましたね。はい。まあ、こっちにコウ立てがいっぱいありますので、黒は。これは受けないといけないですね。これは、そうですね。受けましたね、それでね。はい。で、ここ飛んだ時に解消しましたね。はい。で、まあ、ちょっとこっちで解消したんですけれども、これ抜いた方がすっきりしてましたね、実は。はい。まあ、これって、まあ、抜いたら、まあ、こういうふうに言ってね、まあ、これ生きてないっていうことで、まあ、こういうふうに解消したんですけれども、ちょっと、まあ、こっちに石が来たりとかすると、ちょっと味が悪いので、抜いた方が良かったと思いますね。はい。まあ、でも、まあ、こういうふうに解消しましたね。はい。で、覗いて、ここでは分断しに行きましたね。まあ、こういう気合はいいですね。はい。まあ、連絡して、ついで、ぶつかって、伸びて、ついで、で、一間取れました。はい。で、ちなみにそうですね、この石は、まあ、こっちに渡りがありますので、まあ、渡りを防ぐことはできますけれども、白はね。まあ、先手で渡りを防ぐことはできないので、まあ、ある程度ね、攻めることはできますね、この石をね。黒はね。で、こう2間取りましたね、ここでね。で、こう1間飛んで、受けましたね。はい。まあ、これは受けるのが当然ですね。地もいいです。大きいですし、また、この石をね、遮断してますので、これはまあ、受けるのが、まあ、本手ですね、ここでね。で、ここで、まあ、防止し、いきましたね。はい。で、ここで覗いて、つけて、伸びて、で、ここでつけましたね。で、ここで、こっち内側から跳ねた手が、これが悪手でしたね。はい、悪手でしたね。で、ついで、当たり打った手がまたさらに悪手でした。で、こう、つぎましてですね、それで、これ切られまして、で、これ今、こう切ったところで、これはそうですね。今、形勢はですね、白が54%で、互角になりましたね。はい、勝率。互角になりました。で、これ今、よーく見たら主張じゃないように見えるんですけど、これ主張ですね、これ。ですから、受けないといけないね。これ、例えば、こういうとこ打ったらですね、これはもう主張になりますよ。これ主張にならないように見えるんですけど、これがね、主張なんですよね。
これで主張なんですよね、はい、ですがこれ受けないといけないんですけれども、でも伸びてね、今度この3子が取られますので、これ受けないといけないし、でついでね、で今度これ出切りがありますので、これも受けないといけないじゃないですか。で今は本当に互角ですね、これ互角になりました。まあ、むしろちょっと白はいいぐらいですね、はい、53% 白が勝率ですね。でここでは次白は、まあ、こういうふうに飛んでいればほぼ連絡でしたね。これ無理やり切ることはできないですね、こうやって、まあ、無理やり切ることはできるんですけれども、これこういったらこれ2目が下駄で取られてしまいますので、これは無理ですね、はい、でこれ連絡だったんですよ、こう飛んでいけばね、飛んでいればね。しかしここで跳ねた手が大悪手でしたね、はい、これ一気に飛ばれて、今度はねこの3子が逃げようとすれば、この石がねこっちの方に来ますので、本当に封鎖されてしまうんですよね。そこでまあ一応ここでね付け越してちょっとねいろいろやるんですけれども、これやるだけ損ですね、これ。まあ一応こことここを欠け目にしましたけれども、これ取られますので結局生きてますよね。で黒はここでいろいろやったんです、あ白はここでいろいろやったんですけれども、まあ単に損しただけですね。ここではただ損しただけっていう感じです。本当に全くここでなんかいろいろやる必要なかったですね。まあこの羽が問題だったんですね、とにかく。で結局白これ今生きようとしてるんですよね、これ。非常に辛いですね、後手で。形勢が戻るや否や、いきなり今度は逆に黒がね、良くなってしまいましたね。今は黒の勝率が 96% です。13目ぐらいですね。はい。で、ここでも悪手だったし、羽も。まあ、これに対してまたここでいろいろやったのも大悪手だったし。ここ、今、中村二段が、勝戦になりましたね、これで。別に黒がいい手を打ったとかそういうわけではないのに、なんかちょっと一人相撲をした感じですね、シエナの段が。まあこう打ってね、まあこう打ちました。まあこれはちょっとね、まあ意味があって、もしか封鎖されてここつながれた時にここを継ぐ手がですね、こっちの一眼とこっちの一眼が見合いになって生きるという、まあ、そういう意味があります、これは。まあ、しかも先手ですからね。はい。で、こう継ぎまして、これ3子取りましたね、完全に。取り切りましたね。で、まあこれかけ継ぎまして、で、ここで一軒取りましたね。はい。で、ここで、まあ押して、跳ねて、つけて、ついで、まあ、ぐずんで、で、ここで一軒取りましたね。まあ、ここでですね、取りに行く手はあるんですけれども、実質無理ですね。これ取りに行くと、そうですね、こういう手を打たれたときに、ここ継がないといけないんですけれども、こう伸びられたら、ちょっとダメが詰まって、これは気持ち悪いですね。はい。これはちょっと、とわけのわからない戦いになりそうですね。ですからここで一軒飛んだ手は非常に冷静でしたね。地でも大きいですし、ですからここが非常に大きい地になりましたから、まあ勝手に生きろということですね。はい。でここでまあここでまあここ次、これはまあ見合いにしたということですね。今度ここの生きとこの次を見合いにしたという手ですね、これ。まあ絶対の手でしたね、これはね。はい。でまあここでね、鉄柱打ちましたけれども、ちょっと鉄柱はね、
ちょっと硬すぎですね。まあ、ここはコスミぐらいでも良かったと思いますね。はい。ここからちょっとね、中村二段がね、ちょっと緩み始めるんですよね。はい。今現在なんですけれども、形勢がですね、まあ、12目ぐらいいいんですよね。はい。もちろん勝率はもう 99% に近いです。12目ぐらいいいんですけれども、ここからちょっとね、緩み始めるんですよね。で、まあ、抜きました。これはまあ、こう、伸びた、伸びれば問題は何の意味もないんですけれども、まあ、意味はあるんですね。これ抜いておくことによって、ちょっとこの辺の寄せが変わってきますので、ついで、で、ここで頭、つけましたけれども、鼻付けしましたけれども、まあ、跳ねるのはいいです。さあ、ここで切ったときに、こう下がった手が、これは非常に損ですね。ここはやはりこういかないといけないですね。まあ、ただ、こういったときに、こういかれたときが問題だということですね。うん、まあ、そうですね。まあ、ここではですね、まあ、確かにでも、この手はこういって、こう、継がれて、こういって、こう、継がれたら、一応、連絡が断たれているので、この、黒はね。まあ、一応、生きないといけないですから、まあ、そういう意味はあるかもしれませんですね。まあ、実際、ここでは、まあ、こういって、こういった時に、こっちに反発する手がね、最強なんですけれども、これで一応ね、この、ポン抜いた、この、全部が取れるんですけれどもね。まあちょっと複雑だったかもしれません。確かに。うん。この戦いはね。まあ、ですからまあこの下がった手は致し方ないかもしれませんけど、この2目の取りが残りましたので、これはちょっと大きかったですね。でまあこうつけましたね。はい。で、ここで、こっちに受けましたね。もちろんここでも、結構ね、今白は無理手を打ってるんですよね。でも、形勢がいいですから、はい。黒はね、まあ緩むだろうっていう見て、こういう手を打ってますね。実際ここでも、反発した方が、反発する手が成立してるんですけれども、まあ、難しい戦いになるので、まあ、致し方ない、勝ったかもしれませんね。まあ、実際こっちの方が勝率は高いですから、はい。まあ、こっちに打ったら、まあ、大体今9目ぐらいいいんですけれども、こっちに打ってたら15目ぐらいいいですから、結局5、6目の差がありますのでね、はい。大きいんですけれども、ただ、複雑になりますね、戦いがね。外から跳ねた場合。ですから、まあ、これはしょうがないと思いますね。で、こう伸びまして、で、1目取りましたけれども、ここでは1目取る必要はないですね。先ほどから言ったように、こっちよりも、こっちのが大きいですから、で、これ継がれても、これで生きてますので、こっちの一眼とこっちの一眼が見合いになりますので、生きてますから、これ、こっちの方が大きかったですね。これはちょっとミスですね。うん、ちょっとこの、生き死にを、ちょっとひよった感じがしますね。まあ、しかしこう打ちまして、まあそんなにでも違いはないですから、まあこれでもいいんですけれどもね。で、こう、またここ引かれまして、結構、結構白に寄せられてますね。うん。白だけ寄せ打ってます。で、ここも寄せ打ってね。で、ここ打ちまして、これも、これに対してまた受けたんですよね。ですから、ここも打ったし、白は、ここも打ったし、で、ここも先手で打ったし、はい。で、ここもまたね、受けたからこれ打ったし、で、またこう打って、で、ここも打ったんですよね、この大きいとこ。ですから、もう大きいところを、1個、2個、3個、4個打たれましたね、白に。で、先ほど9目だって言ったんですけれども、今はですね、まあ、6目ぐらいに減ってしまいましたね。はい。で、まあ、こう出て、まあ、下がってね、やっとちょっと寄せる番が来たんですけれどもね。で跳ね継ぎまして、
でこれ出た時にこれこっちでまたちょっと下がったの手がねまた損しましたね。ここではまあこういうふうにね受けた方が良かったですね。このままね押さえた方が良かったですね。これこういうふうにいったらまあこれ2目は取られるんですけれども、こうやってね2目取ってもこっち取れますので、そんなに1目ぐらいそんな変わんないんですよね。はい、でこういうふうに行くべきだったんですけれども、まあここでもちょっと損しまして、でここも結局継がれましたね。はい、もう本当に白だけ寄せ打ってますね今さっきから。まあリードしてるからいいんですけどもね、別にね安全に打つのは。でこれもちょっとあんま寄せじゃないですね。まあそのここよりもやっぱりねはっきりとして寄せがあるじゃないですか。こういうとこははっきりとしてますので、こういうとこ打たないといけなかったんですけれども、まあちょっと味が悪いということですね、ここのねダメ詰まりの関係があって、ということで、まあ、受けここを打ったんですけれども、まあ地は増えてないですねこれね。で結局こう打たれて、まあ、ここ打たれてですね、で現在はもう2目半ですね。はい、差は2目半になってしまいました。まあしかし幸いもう寄せがないんですよね。でこの子はですね結局最後まで打たれまして、そのままね2目半勝ちしましたね黒がね。はい、以上です。